静岡ブルーレブズ対三菱重工相模原ダイナボアーズのキックオフを待つ、ここは静岡県の中部地区、静岡市清水区 IAI スタジアム日本平です。 Now use it! タヒトゥア、ボールキャリーは全体でリーチに次ぐリー奪いました。 It's first man on the ball. All in all. 手元ですね。この人が帰ってきたんですよね、はい、ダイナボアーズは。よしの声聞こえてきた、フラッグ上がりました。さあ先制は相模原ダイナボアーズです。3対0とします。ご両親が関西出身ということで、であの元木幸男さんですね、コーチでいらっしゃったので、あの育ててくれるんじゃないかということで、はい、監督を送ったそうですね。グリーンホール、グリーン、サムリーンでした。もう一つ、二人で繋いでいきます。さあ走り込んだ、右コーナーに向かって走っていく、あとは滑り立て取ってきました、静岡ブルーレブズ。さあサムグリーン、今季は15分の10というキック、うん、大切なゲームでしっかりと決めてきました。さあ出血で一時的に今登場しているサムエラが突進、手前に1人移動します。グリーン、どっちに離すか。アフターコンテスト、ユーズ・ザ・ボール、ナイスクラムハーフでキック。あ、右肩が、うん、で明らかに視界があるところで、はい、頭がでも最初の位置から明らかに下がったとは言えんね。これで見えるかな、ここで見ようか、これで最後見ようか、これ、ね、はい、これで見ようか、はい、これは明らかに軽減にはならんね。 OK、 ノーミリケーション。ここでジャクソン・ヘモコに、しかもレッドカードとなりました。マークをもらっていいですか。じゃあさあ、ギミナマグリーンホールから後ろを通す、ん、大外、反応はしましたが、アライアス・ソラローランド。そうですね、やっぱりダイナバーズ今シーズン、この前に出るディフェンスですよね。いや、これがコンテストにはまってるんですよね。あの、ヒリリース強い、ハヒトはイエス、ピック5です。アニセ・サムエラ、日本代表が持っています。プッシングメンオフトボール、アドバンテージ出ましたね。回っているところと見て、ゴーキック落ち着いています。外から内に追って伊藤平一郎、ボールはどっち、その前、アドバンテージを見ていました。ナンバー5、テイキングナインオフトボール。さあしっかりと狙い通り3点を追加します。10点とするブルーレブズです。ダイナボアーズ、うん、リンディ誠、ダニエル、低いタックル刺さった、ま、ジョーンズリチャード、いいタックルですね。あ、そうですね、これあバーネース、アドバンテージ出ました。もっとロールアウェイ、トゥースローとムーブ、ペナルティアドバンテージ、ロットのパス、これまた来た、ロールアウェイ、また連続ジョーンズリチャード号、フラットないいパス、うん、さあこのゲーム特別な思いで挑むジェームス・シリコック、うん、これまあ人数1人少ないダイナバーズ、しっかりとここは得点をまず入れます。エピネリュー・リバイティ、いったまっすぐ、うん、一つの右サイド、川田のタックル、ナンバータスクさん、ダブルチェックお願いしていいですか。アドバンテージ出てますね。あ、そうですか、フラットのところ、セブンズ日本代表のヘンリー・ブラッキン、ラステイさあ力が入ります。現在9位対10位の両チーム、全て戦いを終えて10位だと入れ替え戦に回ることになります。ヘッドカップ、5番、OK、ディビジョン2との入れ替え戦回避するためにも落とせないゲーム、裏へのキック使ってきた、アドバンテージ生きている中、さあまた先ほどのところ戻ります。まだゲームは続く、青の緑はボールを取りに行こうとしているんですが、はい、青の9番は明らかに片手で叩きに行っています。はい、なのでトライである可能性を阻害しているとして、グリーンのペナルティートライ、9番のイエローカードよろしいでしょうか。デッドボールライン and then preventing the probable try it's gonna be a yellow card and penalty try。 さあグリーンホールがイエローカード、10分間の退出、タイバックと同時にあのプレーがなければトライになったという判断。さあここで1人少ないダイナボアーズがトライ取ってきました。川田へのタックル、また来た、坂本連発、レイビーレイビー、もう無限ループでタックルをしまくる選手。これチャンスですね、逆サイド、あ、離せないか、いや、ここで離した、チャンス、余った、一体入れ替わって、伊藤の力滑り込んできた。2021年4月クオータ戦以来、久々にトライゲッター、インゴールに飛び込みました。川田が止める、
でもバックスには選手もいないので、そうですもんね、ここはメグザーも近辺でいいと思うんですけど、ディフェンスは、はい、いや、ボラー、うん、バティスローラアウェイ、ノーヘンズ、ラッシュ、ラッシュ、少ない14人での戦いを強いられています、ダイナボアーズ、いや、ペナルティアドバンテージや、ボールズヒア、ボールズヒア、形を作って丁寧に仕留めたいですよね、右サイド、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、ツリア、ラッシュ、アバウンド、出したボール伸ばせばトライ、取ってきた、さあまたゲームをひっくり返します、やっぱり死闘です、さあスワート、じゃあタキックはスワートが並んでます、ここでもう一つ押し込んで近場走り込ませます、川田、今シルペックを追いかけた、さあマルジンイラグは持ち込んで後ろを通して縦バリア、あと4メートル、大外、伊藤力、ベテランが2本目のトライ、取り切りました、ブルーレブズ、チョイスがかからないですね、これかなりプレバンテージ、オフサイド、うわ、また短いキック、ね、さあ2度目どうか、足にかけてまた戻ってきてまた入る、庄司、さあ静岡キープできています、フォワード後ろを通 す、ね、さあ家村、伊藤、チャンス、ローフォワードだ、これはレフリーの目の前でした、オフサイド、そうですね、今ノックオンサイドですかね、スワートです、さあ20対20の同点、ここでリードします、3点ホストの静岡ブルーレブズ、入れ替え旋回避をかけた死闘です、ここも失敗します、そして後ろに待ってるのが後ろ1人しかいないんですよね、ダイナバーズ、これはレブズチャンスですね、インサイズホールグリーン、ハウハウハウ、そして残りは1分を切っています、胸が苦しくなるような戦い、そうです、ね、バウンドさせたそのままナイスタッチキック、値千金、ですね、キーラーバリア、蹴り合いで完全にラグビーが勝ちましたね、素晴らしいキック見せました、相手に勝ち点を当てないっていうのも一つここまで来ると、うん、そしてモールを組みました、ブルーレブズ、まっすぐ押していく、まっすぐ押していく、青い波のように、これはもうペナルティートライ、反則がなければトライ、これで決定的となりました、ブルーレブズ勝利が見えた、勝利を確定させました、笑顔です、木野武、そしてジョーンズ、リチャード、ゴー、4枚後ろ通す、シリコックも蹴れない、うわ、オードも来る、そして18番のモハラも来る、うわ、ゲバネージ、え、バネージ、オフサイド、バンテージ、オフサイドバンテージもらってます、富田、思い切って仕掛けられるか、ブラッキン、ヘンリー・ブラッキン、35メーターぐらいね、ノーヘンズ、10点を追うダイナボアーズ、勝利はもう厳しい、しかし一つペナルティーゴールを決めればボーナスポイント取れます、オフェイナンバー2、no、そうですね、ここか、ダイナボアーズ、これはショットですかね、オフサイドマッショーね、石田今季は7分の7全部決めてます、開幕のゲームは5分の5でした、フラッグは上がらない、ここでノーサイドのホイッスルです、決着がつきました、静岡ブルーレブズが相模原ダイナボアーズを下しました、30対20、これで8点4をプラスすることになります、久々のトライで2本しかも取りましたね、大仕事しましたね、多分この人も山端時代からですが象徴的な一人と思いますね、こう全国的にはあまり知られなかった人が、あの社会人になって日本代表まで上り詰めた夢がある存在ですよね、